smile for me. So much I love you, only you. おじ康介の魔の手から逃れたエリコは、内田の手はず通りデビュー目指した秘密レッスンを開始した。そして数日後、テレビの歌謡番組のプロデューサー西条のテストを受けることになり、幸運にもエリコは1週間後の生放送に出演できることになった。だがその喜びもつかの間、康介の探索の手が次第に近づいていた。デビューへのスタッカート。内田さん、医者が救急車を呼べって。頼む。ダメだ先輩。救急車なんか呼んだら奴らにここが分かっちまう。私は出ていくよ。じゃあな先輩。安子君、とにかくここはヤバいぜ。注意しろよ。先輩、無理しちゃダメです。心配すんなって。この程度の怪我を怖がってちゃバイクに乗れないよ。そこだけなんだな、この辺りでチェックしてないペンションとは。ええ、しかも野菜を納めている湯本の八百屋の親父がエリコらしい子を見かけたって言うんですよ。こんなとこに内田のやつ舐めた真似しやがって。誰もおらんのか。変ですね。いらっしゃいませ。実は人を探しているんだが、目なんだがね。ほう、かわいい子ですね。ここで見かけたという人がいるんだが、さあ、残念ですけど私は。おげんじゃねえよおっさん。お宅に野菜を納めている八百屋が見たんだよ。うちは農家と契約して無農薬野菜を使っているのが売り物なんですよ。何かのお間違いでは。どうなってるんだ。いや確かにおかしいな。お分かりいただけましたらお一人を。今日のお客は。今日はあいにく予約がありませんで。おー、表に品川ナンバーの車があったが。あれは私の車でして。あの声はエリコの飼ってた犬。犬なんてみんな同じ声ですよ。そっちはお客様以外困ります。ここはデコレーションルームですよ。私は音楽が大好きでしてね、この部屋もうちの売り物の一つなんですよ。静かにして。勝手なことをされると警察に連絡しますよ。臭いな。あの譜面は。あれはですね。まずいな。
オーナー、お世話になったね。譜面を渡せ。やめろ。田村さん、こんなところで会うなんて奇遇ですね。西条さんだぞ。休みになるとここでリフレッシュするのが私の健康法でしてね。また明日から地獄の毎日ですよ。いつもうちのタレントがお世話になってまして。霊が良くなりましたね。祐介さんが亡くなって大変でしょうが、頑張ってください。ありがとうございます。オーナー、駅まで送ってくれないか。お帰りですか。急な用事を思い出してね。そうですか。ではただいま。西条さん、私が送らせていただきますよ。え、そうですか。それは助かるな。いや、じゃあお言葉に甘えて。大した車じゃありませんが。社長、エリコさんの件。さあ帰るぞ。大丈夫か、安子君。私のことよりエリコ。友達っていいもんだね。何があってもエリコちゃんをトップアイドルに育てないと申し訳が立たないからね。心ここにあらずだわね。違う？すみません。安子さんのことが気がかりなのはわかるけど、もっと歌の世界に集中しなくては。歌の世界？そう、どんなことがあっても一旦歌い始めたら歌の世界に集中する。それがプロの歌手なのよ。プロの歌手。安子さんだってあなたがミュージックラボで一生懸命歌ってくれたらきっと喜んでくれると思うわ。先生、もう一度お願いします。ほどまでに無能だったとはな、この月給泥棒めが。くまなく探したんですが。くまなく探した？意地あるなら熊でも金太郎でも探してこい。社長、なんだ騒動し。あさってのミュージックラボの出演者に田村恵里子の名前がありますよ。なんだと？曲プロは誰だ？天下の田村プロの社長ともあろう方が、そんなことも知らないんですか。西条さんですよ。なんだその言い方は。給料下げるぞ。何？西条？くそ、ただで済むと思うなよ。いよいよ明後日だね。夜の8時からか。いよいよ衝撃のデビューだね。カラオケの用意もできたから、宮沢先生、最後の仕上げに入ってください。わかりました。エリコちゃん、頑張りましょうね。はい。エリコ君の出演を勘弁してほしいというのは、
どういうことですか？これはエリコのたった一人の肉親としてのお願いです。と言いますと？死んだ弟のユースケはエリコを普通の娘として育てていました。芸能界へ入れる気など全くなかったんです。それをあの内田オフィスの社長がそそのかして身柄まで拘束してしまったんですよ。それは穏やかな話ではありませんね。でしょう。詳しいことは分かりませんが、僕は彼女のアイドル性を高く評価しています。だからこそうちの看板番組であるミュージックラボのスポットコーナーで取り上げる。ただそれだけのことです。しかし。分かりました。分かっていただけましたか。出演前に彼女の意思を確認してみましょう。田村恵里子本人が歌いたいと言ったら僕は歌わせます。しかしそれでは。ああ、後先になってしまいましたが、ほんの手土産終わりです。ん？あ、気がつけば社長就任の挨拶もまだでしたし。田村さん、この部屋はあそこに隠しカメラが置いてあるんですよ。冗談ですよ。じゃ、打ち合わせがあるんで。くそ。くそ、どうしたらいいんだ、最初のやつ。なんかいい手はないか。バカみたい。何がおかしいんだ。なんだ。生番組なんでしょ。ハプニングの一つや二つ起きても不思議じゃないじゃない。少しは頭使ったら。ママ、いよいよ明日よ。なんだかもうドキドキしてるけど、一生懸命歌うわ。ママも応援してね。町井さん、お宅の三木真一、明日のミュージックラボをキャンセルしてもらえるんだろうね。田村さん、無茶を。いや、私は別に構わないんだよ。ミキがアイドルの星野ひとみと同棲してるってチクって。もう そんな。ミキは今が一番大事な時なんですよ。そう、今ゴシップが流れたらミキもヤバいことになるだろうね。ですからだから必ず目合わせするから、今度だけは協力してもらえないかね。しかしミキ新一、このまま行けばビッグになれただろうに。三井さん、お宅の山中恵美、明日のミュージックラボをキャンセルしてくれるんだろうね。田村さん、恨みますよ。診断書さえ出せばなんとかなりますよ。ちょろいもんだ。ミキと山中、それにお宅のレイとアイドル隊をキャンセルすれば、西条だってエリコを出すわけにはね。女は怖いわ。忘れたりしないかな。エリコ、うまく歌おうなんて思っちゃダメだぞ。レッスンを受けた通りに普通に歌えばいいんだよ。パパ。
ユウスケ、エリコを守ってやってくれよ。父さん。なんだ、まだ起きてたのか。ねえ父さん、エリコちゃん、歌手になるのが幸せなのかな。え？あんなことさえなかったら歌手になんかならなかったんじゃないかって。きっとこれがあの子の運命なんだよ。父さんはできるだけの援助をするつもりだ。何何？あのマリンライブステージの謎の少女が今夜初出演。いよいよだね。おお、ド派手に出てやがんな。ほら、ご主人様が出てるぞ。こらこら、包帯噛むなっつーの。まったく、少しは感動しろよ、お前ら。じゃあよろしくね。はい、お願いね。おはようございます。うちの新人の田村恵里子です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。じゃあ内田さん、カメレハ4時半からですので。あっと、あ、失礼。内田さん、ちょっと。はい。エディタールームの方へ至急お願いしたいんですがね。エディタールーム、なんだろう。ちょっと内容は。わかりました。じゃあエリコちゃん、ちょっと行ってくれよ。お願いします。ええ、この田村エリコって子、あの子じゃねえのか。あのマリンライブステージの。そうよ。ふん、興味湧いちゃうね。どうってことないわ。ぬくぬくと愛に包まれて育ってきたお嬢様よ。うん、何、礼は愛情不足か。なんなら俺が包んでやってもいいぜ。バカみたい。うん。西条さん、三木真一と山中恵美が急病だとか。頭が痛いですよ。うちの礼とアイドル隊も田村恵里子なんていう内田のところのケチな新人と一緒に出演させるわけにはいかないんでね。今週は辞退させてもらいますよ。え、レイは今週のベストワンですよ。アイドル隊は3位。ちょっと西条さん、1位と3位なしじゃ番組成り立たないですよ。田村さん、あんたまさか。田村エリコを下ろしたらいいんですよ。私だって何もあんたと喧嘩がしたいわけじゃないんだ。ただ可愛い名を芸能界に入れたくないだけでしてね。誰ですか、僕に用があるのは。俺だよ。あの、ちょっと厚化粧なんじゃないですか。初めてだからわからないでしょうけど、テレビはね、濃い方がいいのよ。そうなんですか。そうよ。ひどいわね。どうしちゃったの、本当。内田さん、どこ行っちゃったのかな。西条さん、4時半からのカメリハ、予定通りでいいですか。5時からにしよう。カメリハ、5時からに変更です。はーい。あの、え、な、なにそのメイク。え、すぐ直してもらって。でも、さっきのメイクの人は。お化粧なんてしたことないし、どうしよう。波乱に満ちた運命の彩りがデビューを目前に控えたエリコを途方に暮れさせる。その小さな胸はもう張り裂けそうであった。途方に暮れるエリコに運命の稲妻はさらなる衝撃を与える。デビューを果たせるのか、エリコ。あいつの声。